目いっぱいになれるようにペン3ペンアップしましたね。はい、そして黒沢が1と1のイーシャンテになってます。最後まで自分で決めるのか。まあ親の小林有利ですねこれね。そうですね、他の人に比べるとかなりスピード感あります。やっときた。まあまあまあ一歩ね、やっときた。やっと有効杯と呼べるものが来た。まあ、ちとつのイーシャンテキープで、お赤きた、小林ね、打ちにくくなる牌は残したくないですね。2-3の番付に4が来ました。次に合わせた。はい、3色やめたんですね。里の命題は2着キープ。祖典稼げるに越したことはありませんが、とにかく2番手の座は死守したい。あ、来てる来てる。これドラタンキー目指しますね。これ1枚山にいますね。ドラタンキーか単品かですね。ワンアン積もると小林を逆転します。ドラ1枚あるよ、ね、確定だもんね。あんこちょメンツテのイーシャンテンに取れるけど、即いらないですもんね。数万切ってますね。ただ役なしになっちゃうんですね。じゃあウーマン切ります。ウーマン切っといて、ロケピン引いたらカンチマン役あり展開ですね。さしさともローソーあんこになって一歩前進。小林はあと1枚が入らない。ここでカンパーソーの苦しいところを外しましたね。パーソー3枚見えでした。マンズがいい形になりましたね。はい、ウーアンはありそう。ない、あ、ない。あ、ひたさ持ってた。ダメだ。あ、びっくりした。ウーピンかと思った。もう数あんこ見てるんじゃないかしらと思って。恐ろしい。64,200点も持ってるんですよ。あ、テンパった。さ、シャンポンか、シャンポですね。9層と G1 のシャンポン待ち場には9層が1枚切られています。あ、カウピン。実際は山に9層と G1 が1枚ずつ残っている。さあ、ドラ切った、ドラ切った。いやもう極限だ。そして久渡のドラポンが入ります。親のリーチが来たとなればもう自分も行きましょうと。さて、イーシャンテン、これはね、くっつきのイーシャンテンですからね。そうですね、4-6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 
あ、チード。これだけない。これはチードしない。伊佐とはドラのナンをポンしてこの形、イーシャンテン。小林は急走チーワンのシャンポン待ちです。急走とチーワン山に1枚ずつ残っています。何それ、もう行くしかない。力入ってんね、急走は全然通ってない、全然通ってない。でもね、これハイの種類が少ないんですよ。黒沢ないですね。ピンズか、そしたらチーピン、ウーピンのワンチャンスだけど、ロンって言われると赤ウーピンまたいでそう。そうですね、残り1枚が赤ウーピン。意外ときついですよこれ、状況的にないですね。キュアはなんか B になっちゃって三蔵も3枚見え、チーソー、うん、ワンチャンス、チーソーも、うん、チーソー2枚見え、ヤウソーもウッパソーもあるからやっぱりウーピンだ。ウーピンかで、ウーピンチーして、これでテンパイスーチーマンだけど、ウーピン取り落とし、あ、スーチーマンか、スーチーマンです、スーチーマンです。スーチーマン、チーマン1枚ありますね。チーマン1枚は小林と同じ町、スーマンの方はスーマンが1枚。マジでいらない。じゃあ2対2か、2対2か、うん、リーチには現物だけど、これ久里に取ってないで、あんま、いやドラポンの久里に補充は痛い、さらに素点を失うのは嫌だ。はい、記憶を振り絞っていきます。久里さんがシースのウーピンが取ったから、ね、くっつきのイーシャンテンまで来た。考えたらウーピンもあるけど、マンガン積もれば上が見える、うん、ただ目の前には親リーチとドラポン。二道系も334467みたいなのはありえるっちゃありえる。ああ、チーピンが関連牌見えるか。チーピンが関連牌の時はリャンマンは結構通りそうですね。リャンマンはリーチには通ってる、久里に行けるかどうか。いやもう人惜しいけど。チーソー抜いた。合わせました。いやー、磁力破裂にかけたか。さあどうだ。いやスーチーマンか、急走チーマンか。いやここでくっつきましたみたいなのはやめてね。2対2の戦いです。ダメだったね、どうせきつかったな。きつい、どうせダメだったね。もう一局なんか急走1枚減りました。小林の待ち牌が1枚減った。久里はもう負けなしです。
小林はもう積もるしかない。どうなる？堀はもう一曲を願う。堀もよく我慢した。我慢した。ねえ、ドラマで切ったのに。黒沢さんの積もにいつもなかった、ね。黒沢、これが最後の切り番です。ない？万全を期した。さあどうだ？久と積もれずさあ小林。最適な横移動は？あ、ありませんでした。これはたまみのってのもう一曲ただ買い300点ぐらい。また条件が厳しくなります。そうですね、まだ満貫つもはいけますね。これは満貫つも1,5,9,1,2,5本はいけます。足りますね、はい、何の4曲5本は強打の3本ドラワキピです。めっちゃいいんじゃない。第1弾迷いますね。キューピンドラナだけに3色もあるし、形だけなら急走、まあ、どうしたらいいんですか。でも3色に絡みますね。一通にも3色にも急走は絡む。受け入れだけだと急走ですね。受け入れできました。いいじゃん。とにかく強奪を回収して自直行きたいところでしょうか。小林回収するとね、これの条件がだいぶ厳しくなるからね。簡単に上がりに行けないので、実質1人ちょっとなかなか上がれない人が出てくる。いやだから堀は今が最後のチャンスかもしれないですね。これ2戦4戦3着に浮上。佐藤上がればいいですからね。アップチュンポンか。チュンポンでいきますか。特急券持ってました。これでカンちゃん2つ残りのいいシャンテン。いいも打点は関係ない。大事なのは速さで、黒沢はもうまっすぐ打ちますね。もう下との流れでもいいやぐらいで ですね。打点もよくわからないですし、しかもドラが1枚消えました。ドラポンとかも入ってないので、これは黒沢佐藤が上がる分には何の問題もなさそうです。難しいね。さあカンニャンピン入りました。堀はどうやって満貫作る。パーピン2枚見え苦しいですね。ドラ使いたいんですけどね。何切った。引いちゃえばね楽なんですけどね、はい、ドラは山にあと1枚か、うん、黒沢のところにローソー来ましたね。多分キュービンそっちできるかもしれませんね。うん、あーチートイツでまっすぐ行くとそのうち出そうなんですね。3層が重なったリーチだとドラが使えないのか。どうしたらいいんだこれ。ローピン切ったドラがキューピン意味ない。どうやって作る。そっかそっか、チーピン切ると3層周りから進出ができなくなっちゃうんですね。あの3色するにはチーピンの統一が必要なんで。なるほど。かといって切る範囲がないんですよね。じゃあローピン、なんとかなるよ。ローピン、ローピンか。全部取りするならローピンどうですか。いやでも、いや難しかったですね。キューピン重なりにかけたか。キューピンが1枚、パーピンが2枚、これで広がります。この曲でも上がりに行きたい。一応現状の受け入れ。小林は佐藤に追いつきたい。あーもう順番逆。そうですね、こういう、ね、変化があったんですけどね。この横伸びの話ですね。例えばね、2層引いてスーピン引いたりした2、3、4、3色今からでも、今からでもいけますよ。ここでローピンだ。なんとかするか。これでキューピンに繋がってもいい。堀を試すかのような手がきますね。本当に難しい。で、佐藤は安全牌候補1枚置いたか。いや、どうなんだろう。なんじゃこりゃ。泣いての一気通貫だ。そうですね。やはりここは得意の泣きの戦法に持ち込みました小林。急走を、ね、引き戻して置いたんですね、またね。はい、で常々ね、小林さんおっしゃってますからね。あ、これ嘘チーだ。あ、嘘。急所。あ、これは作戦大成功だ。一気通貫完成のサブローマッチ。これで強奪をサブローマッチ。次のステージが見えるぞ。チー出しでね、裾を打たなかったのが聞きましたね。なるほどなるほど、うん、先にチーマンしたんですね。1通しか役ないのに数層先に切らなかったんですよ、うん、で絞り込ませなかったんですね。どうせいらないのに切らなかったんですね。そうです。3本まで強弱5本でサブラーマン山に3枚残ってます。しかもこれヒサと着方次第で3枚危ないですよ。いやかなり出ますねこれね。そうですよね。だってポンしても3万切りですし。うわ引いちゃったよ。引いちゃったよ。
ちょっと条件入りますね、これ。現状リーチピンフドライチのウーパーマン。これそうですね、リーチが入ってたなら現物切りましょう。つも一発 OK、ね、万が一があります。二つ目はこれリーチつもピンフドライチ、グラドラがないとちょっと足りないですね。赤が生きてる、ね、足りないですね、はい。まあ、ただもうこれはベストを尽くしましたよ、はい、そうですよ、これは今日一の最後のチャンス、こんな難しい手をね、最後チャンス残ってますよ。負けたらウーパーマン全部で山に4枚残ってます。4枚です。サブローマンの小林、ウーパーマンの横にアクーマンの色、ここで忘れかけ、危ない、危ないよ、赤色、赤いの。サブローマンが2枚ですね。パーピー引けたからね、うん、そう、サブローマンにウーパーマンの方が多いんですね。ウーパーマンの方が多いです。小林も止まんないでしょ、ラーメン店舗は赤、まあ、赤いわよ、すり抜け止まらないと思います。もうこの形で勝負いくんじゃないですか、小林は。3枚1枚減ったけど、小林の方が上がり、はい、さらに減りました。これ数万と言ってるけど無理じゃね、無理じゃない、これ、え、わかんない、止まるのこれ、止まらない、ね、リーチピンクドラ8000万、1枚乗りました、8000万9500、鳥の執念、最後は箱下から3着には直撃しての3着浮上となりました。確かに。